ようございます、今朝はですね、自分の商品以外のものを受け入れるという気づきです。いちごの収穫シーズンは、5月末ぐらいで終わるんですね。今6月はですね、次の苗の苗作りをやっています。で、それはそれで必要な作業で、でも売り物がないと、現金が入ってこないんですね。で、ですからこの時期は冷凍いちごからジャムやジェラートやフリーズドライとかを作ってですね、いちごの加工品の充実はこれまで、測ってきました。セット商品作ったりですね。で、お中元のシーズンもいちごの出荷は加工品としてはあるんですけど、生花の出荷は12月までありません。11月から予約販売を始めるっていうサイクルです。だとすると、私の思考の中ではですね、去年まではこのオフシーズン夏場にですね、いちごのアクセスってやっぱり半分以下にガーって下がるんですよ。いや、もっと下がります。要はスイカとかマンゴーとかメロンとか、そうですね、いちご以外のものがどんどん世の中に出てくる。冬はあんまり競合がないんですよね。やっぱりいちごってすごく強いんですよ。いちごが取れてるシーズンって。だからその時期にそんなに集客を無理することなく、いちごの生花は皆さんに求めていただけるようになりました。もう認知度が上がってですね。ただオフシーズンは生花の時と比べるともう3分の1以下ですね。だからそれをどうやったら上げていけるかっていう努力は、それはもちろん必要なんですけども、そこじゃなくって、世の中が求めてる商品やサービス、すでに求められてるものの販売をお手伝いするっていう考えに今年は移ったんですよ。だからいちご農家としての仕事は、現場作業はですね、スタッフが今しっかりやってくれてるんで、私はもう次の道、そのいちごの苗の品質は絶対落としません。そこはスタッフを信じてますし、チェックはしてます。で、それ以外のですね、こう皆さんの欲求を満たすもの、今年去年はコロナによってやっぱり自粛生活が長引いてストレスも多いでしょう。いろんな うまくいかなかったことを経験してきたので、今48の年にそこに行き着きましたので、その気づきをシェアいたします。自分の商品を売りたい気持ちは私もそうですが、相手が求めてないのを無理くり売り込むのではなく、相手が求めてる商品の販売をお手伝いして相手に喜んでもらう社会にですね、そこに行き着きました。人の喜び我が喜びに、その精神で、今日も精一杯、相手が求めるもの、相手のニーズを満たす、そこに全力を尽くしていきます。以上です。